はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら、ファーストディセンダント先行プレイの感想とゲームの概要を紹介ということでね、もうライブ配信とかではね結構やっているので、どんなゲームかというのはねライブ配信見に来てくれた人は分かってると思うんだけど、まあ今日は実際にね先行プレイをして、その良かった点とか悪かった点とかね感想をまとめたり、あとはゲーム自体がどんなゲームなのかというのね分かりやすくまとめて紹介できたらなと思います。よかったら参考にしてみてください。まあ結論から先に言っておくと、コープシューターとかね好きならおすすめのゲームという感じです。で、当チャンネルではねこんな感じで最新のゲーム情報とか海外のねゲーム情報とかを詳しくね突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったなと思ったら高評価とかねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまずですね、ファーストディセンダントどんなゲームかというのをざっと紹介していくと、3人称視点の協力型アクションルートシューターということですよね。で、4人までのコープに対応しているということです。で、対応プラットフォームは PlayStation 4と5、Xbox One とシリーズ X、あとは PC の Steam ということで、クロスプレイに対応してるんだけれども、今回先行プレイオープンベータが行われたのは PC の Steam のみということだったので、まあ PC プレイヤーしかいなかったよということになっております。ただ発売するときは今言ったコンソール全部に対応する予定であるということみたいです。で、製品版が発売するときは基本プレイ無料ということで、ダウンロード自体はね誰でもできるということみたいです。で、オープンベータが先日の20日から26日の間に開催されていて、ただ登録がね必要だったみたいで、 Steam 上でオープンベータやりたいって登録しておかないと参加できなかったみたいでね、できなかった人もいたみたいなんだけど、まあ、とにかくしておけば誰でも参加できたという感じで、で今ねそのフィードバックを集めてるという段階みたいです。で、発売時期とか発売日はまだ未定で発表されてないということになっております。まあ大雑把にはねこんな感じのゲームで、もっと詳しく知りたい方はね以前に紹介動画とか出しておりますので、よかったらね概要欄のリンクから参照してみてください。で、今日は実際のゲームプレイ像の方ね解説していきたいなと思います。で、こちらがメニュー画面になっていて、まあ継承者っていうディセンダントっていうのが継承者ってことで、これが使えるキャラクターということですね。9人のキャラクターがいるんだけれども、まあ、最初3人使えて徐々にアンロックすることができるという感じです。で、消費アイテムというか、まあ、アイテム類ですよね。で、インベントリーがあって、インベントリーはこの装備類とかね、いろいろカスタマイズする画面という感じです。で、武器は3種類装備することができて、これはまあ自由にどんな種類のにも持ち帰ることが可能という感じです。ただ武器の右上に弾の種類がねアイコンで書いてあるんだけど、これが被らないようにしないと同じ種類の弾をずっと使ってしまうの、どの武器でもね使ってしまうとすぐに弾切れを起こしてしまうので、うまくね変えた方がいいという感じになります。で、能力を補助するようなアイテムを4種類、下の4つなんだけど、このコイルとかを装備することが可能ということで、これが継承者のまあ基本能力、防御力とかシールドとかヒットポイントとかをね強化することができるアイテムという感じになります。で、ルーンですね、左側がルーンなんだけど、一番下が継承者のルーンということで、その継承者がつけて自分の能力をアップさせるようなルーンということになります。これがまあ一番重要、一番ではないけど一番分かりやすくて最初いじったらいいんじゃないかなってルーンですよね。で、例えば近接のルーンだったら衝撃パンチにするのかダガーにするのかとか選べるということです。で、上のルーン類は基本武器の、まあ、種類ごとになんだけれども、武器に対して効果を発揮するルーンたちということになります。で、アサルトライフルとスナイパーライフルに効果を発揮するルーンとか、まあ、セットする場所によるんだけれども、いろいろ装備、自分の持ってる武器に応じてルーンをね組み合わせていくといいという感じになります。このシステムがね慣れないとちょっと分かりにくいかなという感じですよね。他のゲームでいうと武器につけるアタッチメントとかに相当するようなものなんだけど、アタッチメントがその1個の武器にじゃなくて、その武器の種類まとめてに効果を発揮するみたいな、なんかそんな感じのシステムになってますね。で、武器の方はまあこれはね他のゲームと同じような感じで武器がねずらーって並んでて、そのレア度とかレベルとか、まあ DPS という形で攻撃力が表示されてるんだけど、これが高いほどその上に来るようになってるとかね、まあこの辺はね相当並べ替えで自由に、そのレア度が高いの順にとか、もしくは攻撃力が高い順にとかね、種類別にとか、そういうことができます。で、この手のゲームで一番の問題となるいらないアイテムの整理なんだけど、整理のやり方はねすごく親切で、ジャンクとかをまあ右クリックだったんだけど、右クリックでパッパパッパしていけばまとめてボーンって処分することができるという感じだったので、まあアイテムの整理に関してはねすごく親切だなと印象を受けました。
でこれがマップで、最初アルビオンっていうところがね拠点なんだけど、ここからストーリーを進めていくといろいろ行動エリアが広がっていくという感じです。でそれとは別にボス戦、このゲームだとボイド迎撃戦っていうのがあるんだけど、それにも別にねここから出撃することができるという感じです。まああとは他のゲーム同様ソーシャルの機能とか基本的なところは全部押さえてるよという感じでしたね。でクエストのところに行けば、今受けてるそのメインクエストというか今目指してるメインクエストがどれかとか、フィールドクエストがどんなのがあるとか、そういうのが見れて、あとはクエストの内容とか報酬が見れるということになります。この報酬がね見れるのから、今スナイパーライフル欲しいからこのクエストを先にこなしたいなとか、そういうのがね分かりやすくなっているので、まあ親切かなという感じですよね。でアルビオンっていうところがね拠点になってるんだけど、ここで研究施設があって、ここの研究施設でねその新しいキャラクターをアンロックすることができるということで、でアンロックするには素材が必要で、その素材が全部揃うと研究を依頼できて、そのキャラクターがまあ8時間後ぐらいにアンロックできますよみたいな、なんかそんな感じでねキャラクターをどんどんアンロックしていくということみたいです。ただ一つのキャラクターをアンロックするのに4つぐらいのねパーツが必要なんだけど、その4つのパーツを一個一個が素材がすごい必要で、普通にやってったらかなり時間かかるんじゃないかなということなんですよね。なので効率がいいのはイベントショップに売ってるその素材のパーツを、そのイベントショップ用のコインみたいのもらえるので、それでね購入してしまうというのが簡単だとは思います。でまあ先行プレイだったから、素材のねそのイベントコインみたいの結構毎日もらえたので、結構簡単にアンロックできたりしたんだけれども、本来だったらかなり時間のかかることなのかなって印象だよね。でそれとは別にルーンショップみたいのがあって、ここでもうルーンに関して全部できるということになります。で強化できたり、自分の継承者の方のソケットタイプ、そのルーンのなんていうのかな、種類とソケットの種類を合わせると容量がね少なくて済むとか、なんかそういうメリットがあるんですね。なのでソケットタイプを設定したり、ルーンをまあ新しいの合成したり、まあ分解してその素材を得たりとか、そういうことができるという感じです。でまあ一番重要なのがやっぱ強化ですよね。ルーンの強化が多分一番やらないといけないことで、まあ例えばこのなんかルーン決めたらマスターリーレベルに応じてね強化することができるということで、マスターリーレベルっていうのは各キャラクター共通のレベルみたいな感じで、マスターリーランクと呼ばれてたんだけど、まあ要するにプレイヤーレベルみたいな感じだよね。どのキャラクターでやってても戦ってれば経験値が入ってって、である経験値が貯まるとマスターリーランクを上げられますよみたいになって、でマスターリーランクを上げていくということですよね。でマスターリーランクを上げてルーンをさらに強化してみたいな感じで、その自分を強くしていくということですよね。でルーンは強化していくとかなり強いですね。かなり強くなるやつもあるということなので、これがねこのゲームでの肝ということだと思います。武器強化とか自分継承者のルーンとかを強化していけばかなり強くなるので、まあ、このゲームをやる人はねこのルーンのシステムを早く理解した方が有利かなという印象です。で武器屋さんもあって、売ってる武器はねほんとしょぼいのしか最初なかったんだけど、まあ売却するのが目的という感じですよね。で他のゲーム同様に武器をとかアイテムをまとめて見てて、でまあいらないのを売っていくんだけど、このゲームの場合はさっき言ったみたいにジャンクをねポチ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 簡単に指定していけるんで、武器の売却は楽かなという感じです。ただこの武器を選んだ時にステータスが出るんだけど、それが他の武器を隠しちゃうのでちょっとやりにくかったなという印象はあります。でさっき言ったマスタリーランクはまたマスタリーランクを上げるところがあって、ここにね一回戻ってこないと上げられないというのはちょっと不便かなと思うんだけど、まあとにかくある程度戦って武器とかアイテムとか集めたら一回戻ってきてマスタリーランクを上げるというルーチンになる感じでしたね。まあ基本どこに行けばいいかはねマーカーがはっきり出てくれるので、それもね迷うことがなくてよかったなという感じです。それではですね、実際にフィールドに出てみるとどんな感じなのかっていうのを解説していくと、まずマップとかエリアを選んでね出撃って感じですよね。で移動すると、まあオープンワールドのゲームみたいに自由にね移動することができます。で各エリアには4人まで同時にね参加することができて、でそれぞれがね本当自由に動いていいということになります。本当ねオープンワールドゲームということみたいになります。でマップ上にね仲間たちが表示されてたりするので、合流したければね合流して、その近くにあるその仲間が受けてるミッションを参加するっていうのを選んだりもできるし、まあ、自分のストーリーとか自分がやりたいミッションを勝手に参加してて、戦ってればソロで戦っててもいいし、まあ、仲間が来てくれたりもするしって関係ですね。
で、表示に関しては左がクエスト関係と左下がヒットポイントシールド関係とかで、あとは下に4種類のスキル、あとは右下が武器関係で、一番右がその仲間関係ですよね、パーティー関係ということになります。まあ特に問題もなく、操作性に関してもねストレスなくやれたので、この辺は何も問題ないんじゃないかなという印象です。でマップが結構広いんだけど、ファストトラベルとかも充実しているので移動は楽だったかなという印象です。この野営地というところに一度行かないといけないんだけど、一度行ってしまえばそこでねアンロックできるので、ファストトラベルで移動できるという感じです。で仲間がね表示されているので、仲間が戦ってそうだったら合流したいなと思ったらそこに行って、こうやって援護することができるということになります。で仲間もね自分のところに来てくれたりするので、それが意外と嬉しかったりするんだけど、ちょっと思ったのが、右のアイコンとかで救援求むとか、なんか色とかねセリフとかで今どういう状況かっていうのがチラチラって出せたりしたらねいいんじゃないかなと思ったんだけどね。チャットとか入れてるのもいいんだけど、めんどくさいからね、そういうの抜きでその右のアイコンとかで今この人が助けて助けてとか出てたらいいんじゃないかなって思ったんだけど、そしたらね、あ、よ、ちょっと行こうみたいに思うし、自分のところも助けて助けて言ってたら来てくれるかなってのもあるし、なんか来てほしい時にね、来れなかったりやっぱするからね、あんまり自由だとソロで、みんなでソロでただやってるとかそういうこともあるので、まあソロでやりたいって人もいるとは思うんだけどね、その辺のね、なんかアイコン表示みたいのが右の、せっかくキャラクターが表示されてるから、なんか出せたらいいかなと思ったんだけどね。まあ実際やるとこんな感じってことですね。グラップリングフックはね、楽しいかなって印象だね。これはみんながね、言ってることですね。ではですね、良かった点をまず軽くざっと紹介したいんだけど、グラフィックがすごい綺麗だなという印象です。ただグラフィックが最初良すぎて、設定を落とさないとカクカクしちゃう、ムービーですらカクカクしちゃうことがあったので、私のパソコンでもねそんな性能悪くないんですよ。かなりいい方なんだけど、それでもカクカクしちゃったので、まあ PS4 とかにもね対応するってことだから、 PS4 とかねでやったら、 Xbox One とかでやったらすごいことになっちゃうんじゃないかなという印象ですよね。この辺ちょっと落としてもいいのか、もしくはそのグラフィック落としても滑らかにできるようなやつを用意したらいいんじゃないかなって感じだよね。でアイテム整理とかマーカー、進行のマーカーとかがね非常に親切だなということで、ほとんど困ることはなかったという感じです。でアクションとか戦闘はすごく面白いですね。これはなかなか楽しかったなという印象です。でキャラクター類がすごいかっこいいなということはあります。まあ、イケメン美男美女みたいなね、そんな感じのキャラクターがいっぱい出てくるし、あとはそのスーツをまとったキャラクターとかもかっこいいしってことだよね。あとは魔法使いみたいなキャラクターもすごいかっこよかったし、あとはスキルとかの必殺スキルみたいなのかもあるんだけど、それもすごいね楽しかったしかっこよかったなという感じです。でソロでやってても面白いんだけど、マルチになるとこのゲームねまた面白さがすごい跳ね上がるなという印象です。だからコープがやっぱりメインのゲームなんだなって印象なんだけど、このコープができるとすごく楽しいゲームになるなという感じです。なのでさっき言ったみたいに、そのせっかくマップに4人いるんだったら、その4人がね今どういう状況なのかというのを右にね軽くパッて表示できたりすると、あ、ちょっと助けに行こうかなとか合流しようかなというね動機にモチベーションになると思うんでね、そういう何かしらのコミュニケーションの機能があったらすごく楽しくなるんじゃないかなっていう印象です。で強化のシステムはルーンとかってことなんだけど、これはアタッチメントとかじゃないからなんだろうって最初思うかもしれないけど、慣れるとこっちの方がいいんじゃないかなと私は感じましたね。というのはその継承者とかキャラクターを変えたりしたいわけなんだけど、その時にルーンっていうシステムだとすごい楽なんですね。で武器も結構な勢いで新しい武器を手に入れたりするので、ちょっと性能が良くなるぐらいだったらね、そのアタッチメントってことになっちゃうと、いちいち外してまた付け直さなきゃとかそういうことになっちゃうので、まあルーンって形にしてると武器だけ持ち帰ればいいやみたいになるのでね、こっちの方がすごく楽なんじゃないかなとは思いましたね。で気になった点も挙げていきたいんだけど、まずグラフィックをちょっと上げすぎてないかなという心配はありますね。これのせいでかなりカクつくこともあるみたいなので、まあ私ってよりはその一緒にいた人がそのグラフィックかなんかの設定なのか分かんないけど、明らかにラグいんですよ、その人だけとか。なのでまあ性能が追いついてないハードでやっちゃうとちょっとカクついちゃったりラグの原因になったりするのかなって気がしたんだけど、まあそこまで上げ、まあ選択だよね。グラフィックを下げて、その滑らかにプレイしたいっていうのを自由に選べるようにしたらいいんじゃないかなって感じだよね。もしくは自動で、ゲームが自動でそのハードの性能をジャッジして、もうこの設定に変えてくれるみたいなね、なんかそういうのが重要じゃないかなとは思いましたね。で武器の種類内で見た目が変わらないんですね。何かというと、アサルトライフルならアサルトライフルで、レア度が、もしくは性能がどんどん上がっていくわけじゃないですか。でも、アサルトライフルの最初の見た目から全く変わらないんですよ。
そのアイコンの見た目も何も変わらないし、もう本当ただ同じみたいな感じなので、これが何かしらの形でもうちょっとゴージャスになっていくとか、何か変わっていかないと、なんかはぁみたいな、なんか死んだ魚の目みたいになっていくみたいな、そんな印象を受けましたね。ここ変えないとかなりやばいんじゃないかなとは思いました。で、主人公の見た目も同じなんですよね。レベルや装備で全く変化しないんですね。もともとかっこいいんだけど、でも例えばマスターリーランクが上がれば、もしくはそのキャラクターの継承者のレベルもあるんだけど、継承者のレベルとか熟練度が上がると少しゴージャスになるとか、金色のスキンになるとか、なんかゴールドセイントみたいになるとか、なんかそういうランクアップがこう見た目で分かると楽しいなとは思ったんだけどね。スキンでね、その DLC で買ったらこのスキンになれるとか、そういうのを入れるつもりなんだとは思うんだけど、そういうのじゃなくてレベルが上がったらこうゴージャスになってくみたいなね、なんかそういうのがあった方がいいんじゃないかなっていう印象ですよね。で、個人的に気になったのが武器の発射音とかエフェクト、スキルのエフェクト音がなんかしょぼいんですよ。ちょっとはっきり言うとしょぼいパス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 してるので、なんかどれにもサイレンサーがついてるみたいな感じで、あんまどこなんていうのか気持ちよくないんですよ。それが少しストレスまでいかないけど、なんかもうちょっとないのかなみたいな、こう盛り上がらないなって感じでしたね。なんて言ったらいいのかな、まあ、ワールドウォー Z とかで言うとサイレンサーありよりサイレンサー外した方がね、マシンガンとかもダダダダダダダってなるしみたいな感じで、その辺のなんかこうハートに響くような音とか、あとはエフェクトスキルでドーンってやった時にドッカーンみたいなさ、なんか もう一押し欲しいなみたいな、なんかこう胸にドーンって響くみたいな、なんかそういう音にして欲しかったなって印象なんだけどね。やっぱこう繰り返したくさんの敵と戦っていくゲームだから、その辺がね気持ちいいとすごくストレス解消になるんですよね。そうするとこのゲームをやろうっていうモチベーションにつながると思うんだよね。で、あとさっきも言ったんだけど、マップ内でそのアイコンせっかく出てるんだから、この人が今どういう状況なのかっていうのをねちょろっと出るようにしたらさらに面白いんじゃないかなって印象ですよね。で、マルチになった方がこのゲームはすごく面白いんですよ。ほんとソロでやってるよりマルチでやると楽しさも3倍みたいな、なんかそんな感じになるので、まあアイコンで少しコミュニケーション、定型文でいいと思うんですよね。なんか定型文かも、ただ色だけでもいいし、なんか赤丸白丸黒丸みたいな、なんかそんなのでもいいし、何か出たらねいいんじゃないかなっていう感じだよね。まあ合流マップ内、オープンワールド風のマップ内でのね合流とか、まあソロでやりたいんだったらソロでやりたいっていうマークとかも出たらいいと思うんだけど、まあそういうコミュニケーションのねなんかあったらいいんじゃないかななんて思いましたね。まあ、基本まだねベータ版ということなので、これからね今回のそのオープンベータのフィードバックを受けて大きくもっとよく変更していきたいということなので、これから大きくねいろいろ変わっていくとは思うんだけど、製品版がすごい楽しみなゲームだなとは思いますね。まあもしねやったことある人いたらどう思ったかとかね、コメント欄でぜひ教えてください。まあまたね製品版の発売日とかいつになるとかね分かったらすぐにお知らせしていきたいと思いますし、それまではね他にもいろいろ面白そうなゲームとかねまとめたりしておりますので、そちらの方をね概要欄のリンクから参考にしてみてください。